NHK 党浜田聡でございます。ガーシー議員に代わって弁明書を代読させていただきます。国会を欠席する弁明書。私ガーシーは楽天三木谷社長と俳優綾野剛氏によって警視庁に刑事告訴されていますが、これらは虚偽告訴です。これらに対抗するために私が綾野剛氏を、そして私所属の国政政党 NHK 党が三木谷社長をそれぞれ被告とした民事訴訟を先ほど東京地裁に提訴しました。2人の虚偽告訴の事実が明らかになるまでは私ガーシーは不当な拘束を受ける可能性があるので帰国登院をしません。以上でございます。以上で弁明の聴取は終わりました。